はい、えー、冒険家の皆さん、こんにちは。えーとこ,れはですね、このビデオは、えー、国際交流基金トロント日本文化センターの、えー、オンライン日本語教師研修初めてのウェブサイト作成、えー、の,あの反転授業用のビデオになります、えー。YouTube などでご覧になっている皆さんは、えー、一時停止とか、えー、倍速再生などで早く見ていただいても結構です。また、えー、とあちょっと今隠れちゃってますが。 この下にクリエイティブコモンズをまた隠れちゃいました。えっ、ー、と、クリエイティブコモンズの、えーうん、マークが入っていますけど、えー、トロント日本文化センターの名前を入れてくれればですね、えー、画面や音声を無断で転載してくださっても構いません。えー、このスライドは Google、Google スライドで作っていますので、この右下にある、えー、この URL をブラウザのアドレスバーに入れれば、えー、うん。 このスライドからのリンクなども開くことができます。もしですね、スマートフォンなどでこのスライドを開きたい方は、この QR コードをスキャンしていただければ開くことができるんじゃないかと思います。はい、このビデオの内容をご紹介しますが、まず最初に今日の目標をご紹介して、まあ、自己紹介というか著作権に関して、ちょっと僕が したことをご紹介するのと、あと、えー、フリーミアム経済、それからパブリックドメイン、クリエイティブコモンズということについて、このビデオではお話をしたいと思います。この6番と7番は、あのまあ、6番以降はですね、えー、特に6番と7番は、あの具体的なあのパソコンの操作方法なので、ちょっと、あの、 この今日のビデオの後にまた別にご紹介したいと思います。この6番以降は、えー、後でご紹介します。今日は1番から5番までのお話ですね。はい。はい。えー、それでは早速、えー、今日の、えー、目標です。えっ、ー、と、今日の目標はですね、無料で、かつ無断でもあのビジネス、商用に使ってもいい画像などを見つけて、それを Google サイトで利用することができるということですね。えー 特にですねオンライン日本語教師がウェブサイトを作るときは、ですね、えー、印象的なカバー写真などがあると、えー、だいぶイメージが変わりますから、そこにお役に立てることを目指したいと思います。はいえーでまあ、僕ははいでで僕すね実はその 法律を専門的に学んん。だ人間ではありません、えー、しかしですね、まあ、オンラインのリソースの豊かさというのはもう本当にいつも実感していて、まあ、僕自身もいつも利用しているんですね。えー、ただ、その法律に違反しないでどういうふうに、えー、そうしたリソースを活用できるかということは、もうあのいつも考えなければいけない問題なので、えー、それでですね、例えば、 このクリエイティブコモンズと日本語教育、著作権に配慮した調査教材共有の試みというまあ非常に簡単な論文ですけど、そういうのを書いたこともあります。では、ここからが本題なんですけど、まず最初,最初にですね、フリーミアム経済という言葉についてあのご紹介したいと思いますま。もうこれはですねその あの経済とか、あるいは MBA とか持っている方は皆さんご存知だと思いますけど、えーまあ、ロングテールという言葉をですねあのちょうど Web2.0 の頃ですから、2006年頃に、えー、非常に大流行させた、えー、クリス・アンダーソンという人による、えー、2009年の本で、えー、有名になった本ですで。この本がこのフリー、無料からお金を生み出す新戦略という、これが2009年の本ですね。はいえー <laughs> まあこちらに書いてあります通りですね、まあ、基本的なサービスとか製品というのはもう無料で提供してしまうとで、さらに高度な機能や特別な機能については料金を課金する仕組みのビジネスモデル、これをまああのフリーミアム経済というわけですね。あの例えば日本語教育の世界でしたら、えーまあ、こちらのマリナさんという人が一番多分有名だと思いますけど、えー、インスタグラムで、えー、もう確か3万人ぐらい 4万人近くフォロワーがいらっしゃる方ですね。で、えー、とそのインスタグラムの,のご自分のページから、えー、ご自分の働いていらっしゃるあの会社への,あの誘導ができるわけですね。で、こちらはですね、GoNatural English Podcast というのは、これ僕最近あの聞いたばっかりなんですけど、まあ、英語を勉強する。 あの人向けのポッドキャストなんですけど、ここにですね、もう基本的なすごく簡単な英語の文法なんかを説明していて、それ自体もとってもあの役に立つんですけど、でもやっぱり毎回、このポッドキャストから、あのこの人の、えー、コースを受けるにはどうしたらいいかということも入っていて、まあ、そこからですね、多分実際にあの有料のコースにあの人が参入しているという、そういうことになっているんじゃないかと思います。 ちょっと1つ忘れてみました、はいでですね、ここでですねあの、あのー、僕がこのフレミアム経済をご紹介したのは、実は2つですね、えー、意味合いがあります。で1つはこの、まあこのあの、僕が今やっているこのオンラインコースの目的であるそのウェブサイト作成において、ですね皆さんが無料で使える素材がたくさんあるということ、えー、その背景を知っていただきたいということですね。そしてもう1つは、えー、皆さんが実際にオンラインで教えるときにも、 コースの内容を出し惜しみしてしまうと、まあ、今、このフレミアム経済の時代にはもしかしたらあまりうまくいかない可能性もあるのでどんどん出し惜しみしないで稼ぐところはそのプライベートレッスンとか個人面談とかそういうところで稼いでそれ以外のコンテンツはなるべくもう出していくというそういうパターンが最近は注目されているので。 そういう意味でもこのフレミアム経済をご紹介させていただきました、はいえーまあ、このようにですね、まあ、無料で使えるあの素材というのはもうたくさんあるんですけどでもそれをですねあの皆さんがウェブサイトを作るときにその例えばタイトル画面のタイトル画像の背景として使ったりとかするとですね実は一つ一つの利用条件を細かく見なければいけなくてですね、えーまあ、残念ながらあんまり簡単とは言えないのが現実です。 例えばあ、今ちょっとすみません、またじゃあ、はい、えーと。このイラストやってとっても有名ですよね。もういろんなところで見ることができますけど、えー、これもですね、実は商用のサイトで使うには限度があって、21点以上使うと優勝になってしまうということが、利用規約のところにはっきり書いてあります。つまりですね、知らないで21点以上使っていると、突然ですねあの、お金を請求して、請求されてしまう可能性も あるわけですね、はいえー、そうしたあの非常に煩雑な問題を避けるために、えー、考案されているのが、はい、あのパブリックドメインという著作権の扱いですね。えーまあ、短く PD と省略されて、えー、書いてあるときもあります、はいえー。パブリックドメインの作品はですね、作者の名前を書かなくてもいいですし、無断でウェブサイトなどにその作品を 無料でで使っても大丈夫です、えー、で特に利用の目的も制限されていないので、えー、有料のオンラインコースを開く日本語教師の皆さんがですね、その宣伝のためにウェブサイトで使っても全く問題ありません。えー、これはですね、このようにご紹介するクリエイティブコモン c r あのクリエイティブコモンズという,、まあのー、という種類の著作権の扱い方の一つでもあります。 日本では、えー、青空文庫という、えー、小説をですね無料で読むことができるウェブサイトがとても有名ですね。これはもう著作権が切れて、パブリックドメインになってしまったものだけを集めているウェブサイトです。はい、では、えっと、次にですねクリエイティブコモンズについて、えー、ちょっとご説明したいと思います。 えとクリエイティブコモンズっていうのはです、ね、実はいくつも種類があります。で先ほどの,あのパブリックドメインもそのうちの一つで、えー、著作権を持っている人の名前を表示する必要もないし、えー、編集して違う内容にしてもいいしお金を儲けお金を儲けをしてもいいというそういうクリエイティブコモンズが、えー、さっきのパブリックドメインですね。はいえーでそれ 以外には、えー、ここに6つありますけど、この6つの,あのクリエイティブコモンズの種類があります。で、一番左のですね、えー、この人のマークがついているものは、えー、その著作権を持っている、えー、人や団体の名前を書けば、無断で再利用してもいいという意味です、えー。実はですね、このスライドの一番下の方にも、ここのところに、あ、また隠れちゃいましたけど、えー、この同じマークがありますよね。 えー、CC の後に人の、えー、アイコンがあります。ですので、この僕のスライドやこのビデオも、えーあのー、これは国際交流基金トロント日本文化センターの名前で作っているので、その、えー、国際交流基金トロント日本文化センターという名前さえ付けてくれれば、それをコピーして無料であの別に僕た,僕たちにお金を払わず、僕たちに使っていいですかとか質問する必要もなく、 それを皆さんが勝手にコピーして、ほ、え、か、ー、の,の人に配ったりしてもいいわけですね。この場合は、例えばですね、えー、画像だったらトリミングして小さくしたりしてもいいわけですし、その画像の上に文字を入れたりして、矢印を入れてここに注目とか、ですねそういう編集をしたりしても構わないわけです。またお金儲けをしても構わないわけですね。で そうやって転載した作品を利用、えー、した結果の成果物をクリエイティブコモンズにする必要もありません。これはそのパブリックドメインの次に、パブリックドメインの次に自由度が高い、えー、種類のライセンス、クリエイティブコモンズになります。はい、えー。その後ちょっと飛ばしますが、このイコールっていうのがありますよね。ちょっとこれは後で説明します3番目のイコールの、えー、マークがついている作品ですけど、 この作品はですね、元の作品を改変してはいけないわけです。ですから、トリミングをしたり、写真の上にウェブサイトの名前とかですね、ウェブサイトのタイトルとかそういう文字を入れたりすることができません。この場合はですね、ND の場合はそれができません。えっ、ー、と、次にですね、これ、ドルのマークにこの禁止のバあの、斜めの斜線が入ってますよね。えー、これはですね、あの、 日本の場合は円が入っているかもしれませんが、海外では基本的にこのドルですね。はいえー、このマークがついている作品は、ですね、営利目的での利用が禁止されています。ですので、フリーランスの日本語教師が有料のオンラインコースを開くときなどには、このお金にお金禁止のマークがついていると、えー、これは使うことができないわけですね。はいえー、それ以外にも、ですね、えー、例えば株式会社が運営している日本語,教日本語学校。 のの場合は営利団体に当たりますのでこのマークがついている作品を、えー、利用することはできません。ただしですね、えー、私立学校でも、それがあの株式会社ではなくて学校法人が運営している場合は、これは営利団体には当たらないので、この作品、えー、この、えー、非営利の、非営利のみっていう、そういうあのクリエイティブコモンズの作品を二次利用することができます。 はい、でさっきちょっと飛ばしてしまいましたが、この、えー、リサイクルマークのようなものがついている作品の場合は、ですね、えー、元の作品を利用した二次,あの二次創作も、えー、クリエイティブコモンズにしなければいけませんよという意味です、えーっと。この5番目のですねこっちのように、えー、そうですね、えー、営利目的での利用も禁止しているのがありますね、このお金に斜めにの。 その場合は、えー、その作品を利用した二次創作の作品も、えー、営利利用での、営利目的での利用を禁止しなければいけません。えつまり、これと同じように、えー、これと同じマークを入れなければいけないわけですね。はいえー、で先ほども申し上げましたけど、これらの制限がたくない場合は、あの そういうのはクリエイティブコモンズゼロと呼ばれていて、具体的にはこの前のページでご紹介したパブリックドメインと同じ扱いになるわけですね。はいえー、とでは、ここからはですねあの、ちょっと具体的なパソコンの操作方法になりますので、また別のビデオにしたいと思います。えー、と今日はここまでとさせていただきたいと思います。それでは、えー、失礼します。どうも。